平遥古城の城壁19世紀後半の中国最大の銀行日照商平洋の文廟にある大聖の講師を祀る平遥のパイローひら県は中華人民共和国山西省を進む中心に位置する県。県人民政府所在地は城西街道。新大には賛成商人が活躍する中国の金融の中心地であった。城郭都市の平遥の城壁と 街並みは、秋代初期に築かれた当時の姿を残しており、1986年に国家歴史文化名城に指定され、1997年には世界遺産にも登録されている。また、平遥上昇、沈国寺、総早市寺、自称寺、平らは文明などが全国重点文物保護単位に指定され、南大外が2010年代1回中国。 歴史文化名街の一つに選定されている。平遥は大元盆地の西南端に位置し、川側の東岸に広がる。ショートの大元市からは8 0トル離れている。同じく国家歴史文化名城に指定されている。危険とは隣同士になる。鉄道の道下場の線、及び大運高速航路が県内を従管している。経済は農業が中心で、穀物や、 綿花のほか平遥牛肉、水公式機などの名産もある。中でも、平遥牛肉の名声は高い。新大晩期の中国の金融中心地であった、平遥には、秋代から新大にかけての中国の典型的な城郭街路の配置、商店や住居などの古建築が残り、その保存状態は中国でも最も整っているものの、一つである。 春秋時代には進むに、戦国時代には蝶に属した。全館により設置された軽量圏を前進とする。南北朝時代、北儀により現在の露量子分水県南西部に、全館が設置された平等圏が、現在の県域に移され、その後、平遥か県と解消された。新末には、平遥かには大規模な標号が二十数やあり、中国全土の標号の半分以上が集まる。 金融の中心地であった。これらの標号は各地に支店を置いて金融業を営んだが、中でも19世紀初頭の同行年間に設立され、奇通天下として19世紀後半に名を馳せた中国最大の標号、日商省は有名である。しかしこれらの標号は、侵害革命で清が倒れると再建を回収できず没落していった。 これらの標庫の建物は現在でも残り観光地となっている。ありがとうございます。